こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。ロギの特別なお客さん。ちびっこバスたちが運行を終えて帰ってきました。ただいま。みんな。ロギ早く帰ってたんだね。うん。みんなに見せたいものがあるんだ。ついてきて。何を？じゃあ期待して。じゃじゃーん。どう？かっこいいだろう？今まで僕が集めてきたものなんだ。こんなゴミどこで拾ってきたの？汚いわよ。ゴミじゃないよ。集めるのどれだけ苦労したと思ってるんだ。ちょっと待ってて。これ見てよ、すごく綺麗じゃない？何？これ特別に僕からのプレゼント。臭い、あっちに持って行って。気に入らない？だったらこんなのもあるよ。どう？かっこいいでしょ。もういいよ、片付けて。こんなガラクタなんで集めてるの？え？私匂いがひどくてもうここにいたくない。行こう。へっ。二人とも。なんでだろう。翌日、運行を終えたロギが車庫に帰るところです。みんなひどいよ。僕が一生懸命集めたものなのに。わあ、かっこいい。こんな車初めて見た。わお、君すっごくかっこいいね。俺に話しかけてんのか？君名前は？俺は風に乗って雲のように世界中を旅するキャンピングカーのウェンティさ。ああ、キャンピングカーなんだ、すごい。僕はロギって言うんだ。かっこいい名前だな。本当？ああ。ところでウィンディ、あの後ろにぶら下がってるのって何？ああ、世界の隅々まで旅して集めた記念品さ。実はウィンディほどじゃないけど、僕の車庫にもたくさんかっこいいものがあるんだ。そうなのか？それは気になるな。バスの車庫に遊びに来てよ。本当か？ちょうど今日泊まるところを探していたところなんだ。よかった。じゃあ早く行こう。いいね。お疲れ様。なんでそんなに元気ないの？ロギに悪くて、昨日僕たちの態度すごくひどかったよね。そうね、私も今日一日心苦しかった。僕も。それじゃあ帰ったらみんなでロギに謝ろう。いい考えだね。早く帰ろう。ロギは帰ってきたかな。わお、すごいな。これはまさに芸術作品じゃないか。あれ誰かな。みんな帰ってきてたの？ところで誰といるの？挨拶して。友達になったウィンディだよ。世界中を旅するキャンピングカーなんだ。よろしく。よろしく。君たちがロギが話してた友達か？それにしても期待してたより普通だな。冗談だよ冗談。ウィンディは今日僕たちの車庫に泊まっていくよ。もう花から許可ももらったし。ブラボー。これもすっごく綺麗だな。でしょでしょ。なんかこの二人似てない？なんか嫌な感じ。ロギ、感覚力が本当に優れてるな。俺感動したよ。さすがウィンディ、分かってるな。俺を感動させてくれたお返ししないとな。さあ驚くなよ。Oh!
るでロギの車庫みたい。こんなかっこいいのどこで集めたの？これは南の国を旅した時に集めたもの。こっちは西の国で、あ、この前は常夏の島にも行ってきたな。あー、すっごくかっこいい、ウィンディ。さすがロギ、わかってるな。それじゃあウィンディ、今度は僕が車庫の案内をするよ。本当か？それはいい。出発！ちびっこバス、タヨ。ロギが連れてきた友達なんだけど、ちょっと個性的よね。そうだね、面白そうな友達だった。それはともかく、ロギとウィンディずっと一緒にいるから早まることもできなかった。あ、これ何の音？一度行ってみよう。ウィンディ、このかっこいい音楽何？南の島にある民族音楽だ、うん、俺が録音してきたのさ。この音楽を聴いてると思わず踊り出したくなる。ふらふら、あー、かっこいい。ロギ、一緒に踊ろう。うらうら、うらうら。おお、なかなかやるな。そうかな。ふらうら、ふらふら、ふらふら、ふらふら。あれ何？うん、やだ。うーちゃん、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 ブラボー、素晴らしいな。気分最高。ロギ、ウィンディがそんなにいいのかな。確かに僕たちロギを責めてばっかりだったし。そうだよ、今からでも謝ろう。ロギ、昨日は怒ってごめん。僕すごくひどかったよね。あ、ロギ寝たの？あ、あれ、ロギどこ行ったんだろう。はあ、今日は本当に楽しかった。うん、やっぱり僕たち何か通じるものがあるよね。ウィンディ、でもなんで車庫で寝ないで、あ、外で寝るの？こうやって星明かりを心の友として寝るのが一番幸せだ。夜空を見ながら眠る、まさに究極の自由だ。わあ、意味はよくわからないけど、すっごくかっこいい。こんな夜中にどこに行ったんだろう。お、あれ、ロギとウィンディだ。僕もウィンディみたいに自由に世界中を旅したいな。そうか、じゃあ行ってみれば。ダメだよ、僕はバスだし。それがどうしたんだ。どうだ、俺と一緒に旅に出ないか。なんだって？それは…なんでか俺たち通じるものがあるみたいだし。そうだけど…とにかく俺は明日朝早く立つ。一度よく考えてみて。うん、わかった。それじゃあ僕寝るね。おう、おやすみ。本当にウィンディと一緒に行ったらどうしよう。あ、みんな起きて。え、ロギがいない。荷物もなくなってる。みんな早く起きてよ、寝てる場合じゃないんだよ。ロギがいなくて車庫も片付けてどこかに行っちゃったみたい。先に起きて洗いに行ったんじゃない？そうじゃなくて、ロギがウィンディと一緒に旅に行ったみたいなんだ。どうしてロギが？昨日二人が話してるの偶然聞いて、早く探しに行こう。ロギロギロギ。ちびっこバスたちはいなくなったロギを探してあちこち走り回りました。ロギ、本当にウィンディについて行ったのかも。ロギが行ってしまうなんて。全部僕のせいだ。僕があんなに怒らなければ。僕も、僕たちロギのこと分かろうとしなかった。ごめんね、ロギ。僕がどうしたって？
みんなどこ行ってたの？一人は退屈だし参ったよ。ロギー、ウィンディについて行ったんじゃ。朝早くに行くって言うから見送ってきたけど、なんで？じゃあどうしてシャクを片付けたの？みんなが汚いから片付けてって言ったじゃないか。一晩中すごく大変だったんだから。そうだったの？私何が言ってしまったと思うの？みんなどうしたの？ロギー、遅くなったけど、あの時は本当にごめん。私も本当にごめんね。ごめんロギー。なに今になって。それとロギー、僕たちと一緒にいてくれて本当にありがとう。ロギーがいてくれて本当によかった。僕もみんなやっぱりみんなこのロギ様がいないとダメなんだな。ロギが離れず良かったですね。これからみんなはもっと仲良く過ごせますよね。遊び場のリーダーを選ぼう。のどかな午後、ちびっこバスたちと友達のみんなが遊び場で遊んでいます。それにしても遊び方が少し危険に見えますね。ルールと順番を守って。僕を捕まえてみて。危ないじゃないか。お好き。スピーディー。怖いよ。これのどこが怖いのよ。でもあ、滑らないで何してるんだ。早く行けよ、早く。遊び場で怪我をしたちびっこバスたちが整備場に来ました。みんな、一体どうしてこんなことになったの？それは、全部スピーディーのせいよ。なんで俺なんだ？タヨとロギのせいだろ。なんで？僕たちが何をしたって？それにしても何か対策が必要だ。いい方法はないかな。そうだ。みんな集まった？はーい。どうしたの？実は最近、遊び場でいろんな事故が起きていて。遊び場のルールを守るために、ここのリーダーを選ぼうと思って。遊び場のリーダー？わあ、かっこいい。リーダーなんて面倒だな。遊び場のリーダーって…俺も一度リーダーやってみるか。ん？なんで？遊び場のリーダーになったら、俺たち思う存分ビュンビュン走れるぞ。だったら俺手伝うぜ。やっほーい。トギーも一度出てみるのはどうだ？僕は？そうだよ、トニーは交通ルールもよく知ってるし。そうだよ、一度やってみたら。そうかな、確かに遊び場でルールを守る車は僕しかいないよ。それじゃ、候補者になりたい車は前に出てきてください。スピーディーがリーダーになるの？何がおかしいんだ。僕が出てきて正解だった。さて、ひとまずラニー、トニー、スピーディーが出てきたね。他に出たい人いないの？早く行ってきれいにしないと。よいしょ。じゃあラビもね。それじゃあ4人がリーダーの候補者よ。はい。そうじゃないんだけど。じゃあリーダーの候補者たちは明日発表の時間を作るから、リーダーになりたい理由を準備すること。はい。どうしよう。次の日になりました。それじゃあみんな、最初の候補者の発表を始めるわよ。ついに始まるね。ちびっこバス、ラニー。こんにちは。清潔で綺麗な僕たちの遊び場。バスのシャクの妖精、ラニーです。ラニー、ラニー、ラニー。
車たちが絶対に乱暴な運転で遊ばないようにします。それからとっても素敵な遊び場にしたいと思います。お花の絵を描いて綺麗な色も塗って。わあ、それいいわ。ラニ最高。だから私を絶対選んでください。ありがとうございます。わあ、すごくいい考えね。そうでしょ。うん。それでは次の候補者を紹介します。スピーディー。あ、まず存分遊べて楽しい遊び場、稲妻のように速い車、スピーディーです。おお、かっこいい。俺をリーダーに選んでくれたら遊び場を全部レース場にして、一日中ビュンビュン走れるようにします。それじゃリーダーの意味がないよね。それから街中を遊び場にして、毎日毎日遊べるように。ちょっと一旦離れようぜ。なんで、まだ俺の話終わってないぞ。早く行こうって。みんな、やっぱりスピーディーはちょっと違うかな。ちびっこバス、タヨ。それじゃ、次は3番目の候補者を紹介します。トニー。あれ、ニコだよ。さっきトニーって言ってたよね。遊び場に絶対必要なリーダーは誰？友達守るリーダーは誰？トニーならそんなリーダーになれるじゃない。ちびっこトラックトニー。リーダーはトニー。イエーイ。ルールを守る遊び場、安全な遊び場。こんにちは、交通博士のトニーです。さすがトニーだね。みんな、最近遊び場のルールが守られていません。そのせいで事故が絶えません。そうだ。だから僕は遊び場のルールを作って、ルールを守らない車は遊び場で遊べないようにします。トニー。さすがトニーね、頼もしい。でもちょっと怖いな。みんなトニーがいいみたいだけど。社員、俺はどうも不安で。心配ないよ、俺にいい考えがある。それじゃあ最後の候補者を紹介します。清掃者ラビです。掃除するのに忙しくて何も準備してないよ、どうしよう。あれ、ラビは一人なの？みんな、僕他の候補者みたいに準備ができませんでした。でもみんなが安心して遊べるように遊び場をきれいにして一生懸命。今俺たちについてきたら最高級のエンジンオイルを分けてあげるぜ。やっほースピーディー、まったくもう。ラビー、どうする？僕は大丈夫だよ。ああ、仕方ないわね。みんな、それじゃ今日はもう帰ろう。はい。こんなに散らかっていたら誰かが遊んでいる時に怪我をするかもしれない。ラビー。ついにリーダー決定の日、投票を終えた車たちが遊び場に集まっています。それじゃあ今から投票結果を発表します。イエーイ。わあ、誰がリーダーになるのかな。それじゃ始めるわよ。最初の一票はラニー。トニー。やった。ラニー。トニー。ラニー。トニー。トニー。
トニー、ダニー。リーダー私よ。誰が決めたんだよ。なんで俺に一票も入ってないんだ。どの道僕はダメだろうな。投票用紙がもうあまりないわね。あ、ラビー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 、トニー、ダニー、ラビー。3人投票だよ。どれどれ、最後の一票は。清掃車ダビです。ダビが1位なんて。何か間違ってるんじゃない。そんなことないよ。私たちはみんなラビを選んだの。そうそう。いつも黙々と遊び場を掃除するラビの姿を見ながら、ラビが絶対リーダーになってほしいって思ったの。僕もおめでとう。ラビおめでとう。みんな本当にありがとう。何よりも大切なことはラビのように遊び場を大切にする気持ちよね。ラビ、私自分のことばかり考えてたみたい。僕たちは遊び場を大切にする気持ちが足りなかった。いや、これから君たちも一緒に手伝ってくれる？それはそうと、なんで俺に一票も入ってないんだ。社員、一体誰を選んだんだよ。それが俺、スピーディーが一票も入らないなんて思わなくてラビを選んだよ。なんだって。結局遊び場のリーダーはラビになりました。綺麗で安全な遊び場になるようにお願いね、リーダーラビ。使徒の秘密。遠くまで運行に行っていた使徒が車庫に戻っているところです。はあ、思ったより遅くなったな。ん？お、あれはラニじゃないか。ここは一体どこなの？ラニー。え、使徒。こんなとこで何をしているんだ？遊びに来てる。道に迷っちゃって。なんだって。知らない道は絶対に一人で行かないように言ったじゃないか。でも会えてよかった。さあ帰ろう。はい。ガニ、どうしてこんなことに。それが遊んでいる二人を避けようとしたら。なんだって。僕を捕まえてみて。二人とも全く。はよ、ロギ。おかえり。君たち、車庫で鬼ごっこをしてはいけないと言ったじゃないか。ごめんなさい。さっきの人本当に怖かった。鬼ごっこをするといつも怒って。使徒は鬼ごっこが楽しいことを知らないんだよ。でも全部僕たちのためにやってくれてるんだし。そうよ、さっきも私を助けてくれたわよ。確かに僕もたくさん助けてもらったことがあるよ。どうすれば使徒みたいになれるのかな。使徒みたいに？それは簡単じゃないぞ。使徒は小さい頃から僕たちとは違っていただろうし。やっぱりそうだよね。翌朝になりました。おはよう。使徒、使徒。誰だろう。初めて聞く声じゃない。使徒は一体どこに行ったんだ。どうしたの。おやおや、可愛いちびっこバスたちじゃないか。君たち使徒を見なかったかい。僕たちも今起きたところで。そうか、使徒はまた寝坊か。お、ブーバー。すみません、いつ来たんですか。使徒、一体今までどこに来たんだ。本当にすみません、ちょっと洗車していて。わしが洗車は前もってするように言ったじゃないか。使徒のあんなに困った姿初めて見た。ところで今日の準備はもうしたのか。
それは最近とても忙しくてまだ。やれやれ、今も昔も言い訳をするところは相変わらずだな。すぐ準備してまた戻ってきます。やっぱりまだまだダメだな。おー、ん？おじいさん、一体何者なの？人が逆らえないなんてすごい。わしのことか。わしは人が幼い頃にシャコの千銀バスだったブーバーだ。おじいさんは？そうだとも、人が初めてシャコに来た時からわしが面倒を見ていたんだ。あの頃は本当にトラブルばかり起こしていたが。人が？想像できないよ。だからわしもたくさん叱ってね。おわ、どんなトラブルを起こしたの？人が小さい頃の話をしてよ。そうか。人が幼い頃はね、とてもわんぱくでトラブルを起こしてばかりの子だった。ある時は川沿いの道路で危険な競争をしてね。楽しい。シト、シト、止まるんだ。ブーバー、スピードの出しすぎは危険だって何度も言ったじゃないか。ごめんなさい。これで何度目だ。しばらくは外に出ないこと。車庫でおとなしく反省しなさい。ひどい。シト、本当に？シトもそうだったんだ。はははは、それだけじゃないぞ。ちょっと厳しくしすぎたかな。おとなしく反省していたら、明日からはまた外で遊べるようにしてあげないと。なに？外に出ないように言っておいたら、車庫で友達と鬼ごっこしているじゃないか。シト！やれやれ。ちびっこバス、タヨ。なんだ、僕たちよりももっとやんちゃだ。そうだね。でも下が頼もしいよね。そうだよね。運行も上手だし、知らない道だってないし。今はそうかもしれないが、昔は違ったんだよ。人がどうだったかというと、それじゃあ出発します。乗るはずだったお客さんを置いてそのまま行ってしまったり。よっしゃ。試験の点数も散々だった。あー、信じられない。それでわしがきつく叱ったこともあって。ひどいよ、しょー。しそう拗ねて出て行ってしまったんだ。しばらく経っても帰ってこないから心配になって探しに行ったら。どうしよう。道端で泣いていたんだよ。シト！ブーバー！わしがどれだけ探したことか。ここで何をしているんだ。それが、適当に走っていたら道に迷っちゃって。そうだったのか。もう大丈夫だから、さ、車庫に帰ろう。それが、ガソリンもなくなって動けないんだ。なんだって？結局、わしが大きな体を引っ張って車庫まで戻ったんだ。シト泣き虫だったんだ。なんだ、あたしと同じじゃない。ただいま戻りました。そうか。君たちどうしたんだ。なんでもないよ。ブーバー、一体この子たちに何を話したんですか。はてさて、それよりシト、全部準備したのか。はい、全部持ってきました。それなら今準備しなさい。早く出かけるぞ。はい、ここでですか。
でも、うん、早く準備してくるんだ。わかりました。使徒どうしたんだろう。さあすぐぎわかるさムーバー準備できました。なにそれ使徒ピエロだ使徒かわいいわしが説明しよう。ある日運行を終えて帰ってくると使徒がいないんだよ。使徒またどこに行ったんだ。わしはまた問題でも起こしているんじゃないかと思って使徒を探しに行ったんだ。あれは使徒。使徒いつも本当にありがとう。いや僕が好きでやっていることだから今日本当に楽しかった。当然さ、僕は最高。使徒、さっきのあれもう一回やって。やってやって。やってみようか。使徒は時々面白い変装をして子供たちと遊んであげていたんだよ。そして今もその仕事を続けていて、今日はわしも一緒に行こうと思ってね。こうやって車庫にやってきたってわけだ。失敗ばかりだったが、この通り温かい心の持ち主だから、使徒が今のような立派なバスになることができたんだ。さすが使徒、かっこいいだなんて、こんな姿を見せることになって恥ずかしいよ。そんなことないよ、使徒すごく素敵だよ。そうだよ、昨日みたいな怖い使徒よりずっといいよ。使徒、僕も使徒について行ってもいい？そうよ、私たちも子供たちと遊んでもいい？君たち、もちろん、いくらでも。この子たちも使徒のように心が温かい子たちじゃないか。はい、本当にいい子たちです。さあちびっこバスたち、そろそろ行こうか。はい。ブーバーの話を聞いてちびっこバスたちは使徒がもっと好きになりました。失敗をしても使徒の温かい心を見習って必ず立派なバスになると心に誓いました。プリンセスになりたい。この通りはいつもたくさんの車が通っています。でも今日はいつもよりとても混んでいますね。どうしてこんなに道が混んでいるのかな。ラニー、シトここにいたのか。はい、シト、どうして今日はこんなに道が混んでいるの。今日は隣の国のプリンセスがこの町に訪れる日じゃないか。プリンセスが。お、あっちだ。ラニは美しいプリンセスの姿にすっかり心を奪われたようです。プリンセスを見たの。うん、本当に綺麗だったわ。プリンセスの様子はどうだったの。早く話してよラニどうだったかというと、まず綺麗なドレスを着ていて、頭には宝石がついてるティアラをつけていたわ。それから頼もしい車たちがプリンセスのそばについていたの。そしてプリンセスが歩く道にはレッドカーペットが敷かれていたわ。わー、すごい。うーん、私もプリンセスになりたい何言ってるんだよ。どうやってプリンセスになるんだよ。何がおかしいのよ。そうじゃなくて、プリンセスは誰にでもできるもんじゃないからやっぱりそうよね私先に行くね。ああ、ラニはプリンセスになれないという言葉にとてもがっかりしました。一日だけでいいからプリンセスになってみたい。
どうやってプリンセスになるんだよ。私は絶対プリンセスになれないのかな。整備場にちびっこバスたちが集まっています。どうしたのでしょうか。ラニーすごく具合悪そう。そうよね。でもどんなに検査しても異常がないのよ。私もプリンセス。なんて言った。私もプリンセスになりたい。みんな、私思ったんだけど、みんながラニの病気治してあげられるんじゃない。僕たちが。ラニは今プリンセスになれなくて辛いのよ。だから今日一日みんながラニをプリンセスにしてあげるのはどう。ラニをプリンセスに。やだよ。なんで僕たちがそんなこと。ラニをずっと放っておくわけにもいかないじゃない。やってみよう。ロギー、そうだよ、今日一日だけなんだし。わかった。ラニー、今日一日僕たちがラニをプリンセスにしてあげるよ。私をプリンセスに。うん、プリンセス。僕たちがお使いします。みんな絶対よ、約束だからね。ラニー本当に具合悪かったの。それじゃあみんながしなければならないことを話すわよ。1つ目、これから私のことは必ずプリンセスラニと呼ぶこと。わかったよラニ。もうプリンセスラニって言ったわよね。わかりました、プリンセスラニ。2つ目、私がどこに行っても必ずついてきて私を守ること。わかった。そして最後、私の願いは何でも聞くこと。いい？何でも？全部どうやって？ロギー、今日一日だけだし。そうだよ。わかった。それじゃあみんな、私のことを一緒にプリンセスラニって呼んでみて。プリンセスラニ。もっと大きな声で言えないの？プリンセスラニ。一体いつまでこの後ついてくんだ。そうだね、そろそろ飽きてきた。でもなんであんな風に走ってるんだ。さあ、プリンセスの歩く姿を真似しているのかな。そうなのか。どう、僕もプリンセスみたいに見える。何それ。ちょっと、今そこで何してたの。私がどこに行ってもついてきてって言ったでしょ。忘れたの。ラーニー、そろそろ飽きない。そうだよ、いつまでぐるぐる回ってるつもり。そう言われると私も飽きてきたかも。じゃあもうやめていいの。そうじゃないわ、今から私を楽しませてくれる。楽しい。そうね、タレはもういいわ。次、ガニ。プリンセスラニ、僕には特技がなくて。わかったわ、ガニは今日一番頑張っていたからいいわ。次、ロギ。一体何にしよう。歌でも歌おう。ラギラギ、ラギラギ、フレンドリーなバスさ、走ることが。何そのめちゃくちゃな歌。歌じゃなくて騒音だわ。やり直しよ、やり直し。せっかく歌ったのに僕も嫌だ。なんですって。ロギを叱らなくてはいけないわね、これ。ラニー、もうやめよう。そうだよ、ラニーのせいで遊べないし、これなんだよ。みんなが先にしようって言ったのに。だけどやりすぎじゃないか。そうだよ、もうやめよう。あたたち、こんなことになるなんて思わなかった。ラニー、待って。ちびっこバス、タヨ。プリンセスにしてあげるって言ったのに。
悪いんだけど、私を乗せてくれない？プリンセス？私のことを知っているの？もちろん、さっきのパレード見たから。さあ、乗ってください。ありがとう。こんなところでプリンセスに会えるなんて本当に光栄です。私はラニって言います。会えて嬉しいわ、ラニ。さあ、どこに行きましょうか。そうね、この辺りに素敵な場所はないかしら。私が好きな場所があって、一度行ってみませんか。そう、お願いするわ、ラニ。はい。ラニはプリンセスに花が綺麗な道を案内しました。そして二人は一緒に楽しい時間を過ごしました。ありがとう、ラニ。こんな美しい場所に連れてきてくれて。そんな、プリンセスはもっと素敵な場所に行ってるでしょ。それに頼もしい車たちがいつも守っていてくれて、私プリンセスがすっごく羨ましい。そう？私はラニが羨ましい。私を？ラニは自由にどこにでも行けるでしょ。こんな綺麗な道でたくさん遊ぶこともできる。私はラニのように自由に一人で出歩くこともできない。友達に気軽に会えない。実はさっきボディーガードに見つからないように抜け出してきたの。え、そんなことして大丈夫なの？見つかったら多分叱られるわね。でもあなたのようないい友達に出会えたし、とても気分がいいわ。私もです。ラニ、今日は本当にありがとう。プリンセス、次は私たちの車庫に遊びに来ませんか？ラニの車庫に？はい、私よりももっと楽しい友達がいて、プリンセスにきっと喜んでもらえると思うから。わかったわ、必ず行くわね。じゃあ約束ですよ。今日は楽しかったです、プリンセス。ラニ、さようなら。みんなが心配しているわ、早く帰ろう。なんでこんなに暗いのかな、みんな。おかえりなさいませ、プリンセスラニ。お待ちしていました。みんなこちらへどうぞ、プリンセスラニ。おかえりなさいませ、プリンセス。さあ、ラニのために準備したんだ。気に入った？すごく綺麗。本当にありがとう。さっきはごめん。今から本当のプリンセスのようにしてあげるから。ごめんね、あなたたちみんないい友達なのにわがまま言って。それから、実は私、ティアラより友達の方が大切だってことに気づいたの。プリンセスになるより、みんなとずっと友達のままがいい。何？それじゃあ、もうティアラはいらないの？だけど、今日だけつけてちゃダメかな。なんだって？特別な一日を過ごしたラニは、素敵な友達のおかげで、もうプリンセスを羨ましいと思うことはありませんでした。大人になりたい。夕暮れ時、ちびっこバスたちが遊び場で遊んでいますね。イヤホー！はい、楽しい！すごく楽しい！僕たちもう一回滑る？君たち。シト！みんなここにいたのか。こんな時間まで遊んだらダメじゃないか。遅いからもう帰ろう。もうちょっとだけ遊んじゃダメ。ちょっとだけだから、お願い。ダメだ、夜遅くまで遊んだら危険だ。さあ帰ろう。はーい。早く入って寝ること。私はまた出ないといけないから。はーい。もっと遊びたかったのに。シト、どこに行くんだろう。どこか面白いとこにでも遊びに行くのかな。僕もシトみたいに夜遅くまで自由に外に出られるといいな。
みんな、さあ起きて。あと5分だけ眠ってもいい？ダメよ、早く起きて。はい。あ、ずるい。使徒も大人のバスたちもまだ眠ってるのに。いつも僕たちにだけ早起きさせて。チェ。運行を終えたタヨが車庫に帰るところですね。大人たちは夜は自由に外に出られるし、朝寝坊もできて不公平だよ。やれやれ。おばあさん、どうかしたの？家に帰るところなんだが、突然タイヤが壊れてしまってね。ああ、それじゃあ僕が送ってあげるよ。本当に？いいの？もちろん、おばあさん、着いたよ。本当にありがとう。おかげで無事に着いたよ。このくらい。私も何かしてあげたいんだが、願いを一つ叶えてあげようか。願いを？私魔法が使えてね、どんな願いでも全部叶えることができるよ。え、まさか。おやま、私の話が信じられないようだ。それなら、おどう？これで信じたでしょ？うん、さあ、早く願いを言ってみて。うん、願い事か。うん、あ、僕大人のバスになりたい。うん、大人のバス？うん、大人になったら遅くまで自由に遊べて、朝寝坊も思いっきりできるから。本当にそれが願い？後悔しないわね。もちろん。わかったわ。じゃあ願いを叶え。あれ、おばあさん、どうなってるんだろう。あ、ただいま。みんなお疲れ。おかえりなさい。お疲れ様でした。みんな突然その喋り方どうしたの？からかわないでよ。からかうって？タヨ。ハナ、僕ね。え？僕？どうしていきなり僕なんて言葉使うの？みんなどうしたんだろう。タヨ。こんばんは。まさか使徒？どうかしたの？信じられない。使徒子供になってる。それじゃあまさか本当に僕が大人になったってこと？やっほー。どうしたのタヨ。いや、花、もしよかったらちびっこバスたちを連れて遊びに行ってもいいか？ちびっこバスたちと？もちろん。本当に？今から出ると帰りが遅くなるよ。当然よ。頼もしいタヨと一緒にいるのに何が問題なの？うわー、成功だ。じゃあ行ってくるよ。タヨ最高。大人になったタヨはちびっこバスたちと一緒に遊び場に来ました。大人って本当にいいな。こうやって夜も遊べるし。僕を捕まえてみて。待て。捕まえられない。ハナ。ハナ捕まえた。使徒も子供だから完全にいたずらっ子だ。なんだ、僕ハナが迎えに来たのかと思ったよ。そんなわけないよ。僕たちタヤと一緒にいるのに。そうでしょ。今日は遅くまで思いっきり遊ぼう。やったちびっこバス、タヨ。よく寝た。大変だ、すっごく寝坊しちゃった。そうだった、僕今大人だった。
寝坊しても叱る人いないんだ。それじゃあ今日は何して遊ぼうかな。あ、みんなまだ眠ってるの？確か運行時間は過ぎているのに。さよう。あ、パッド、ルーキー。どうしてちびっこバスたちが運行してないんだ。ちびっこバスたちが運行しないからたくさんの人が困ってるんだぞ。ちびっこバスたちはまだみんな眠ってるけど。なら早く起こしてあげないと。太陽何してたんだ。それは僕も今起きて。え、太陽まで寝坊したらダメじゃないか。太陽が責任を持ってみんなの面倒を見ないと。あ、僕が遅れたわけじゃないのに、なんで僕にこんなこと言うんだろう。仕事に行かなかったのはちびっこバスたちなのに、僕にだけ叱ってみんなひどい。でもみんな言ったことだし、今から思いっきり遊ぼう。タヨ、ここにいたのね。さ、行くわよ。あ、どこに？あ、どこって、ちびっこバスたちに使う整備用品を買いに行くのよ。整備用品？帰ってきたら時刻表も作らないといけないから、早く出発しましょう。タヨはみんなのために整備用品を買いに行き、時刻表も作りました。それから組み合わせはこれでいいよね。うん、難しい。つらい。なんでこんなに面倒な仕事が多いんだろう。もう日も暮れたし。でも僕大人なんだし、今からでも遊びに行こうっと。タヨ。また何？何って運行に行かないと。こんな時間に？なんで僕が？それはちびっこバスたちが夜遅く外に出たら危ないからじゃない。大人たちは遅くまでお仕事するから、朝も遅くまで寝ていたんだ。だよ、遅れるわよ。早く出発しないと。真っ暗な夜にタヨが運行をしていますね。一日中休むこともできないし、一体何なんだ。いつもなら僕も眠らないといけない時間なのに。疲れた。危ない。大丈夫？危ないじゃないか。ちゃんと運転してよ。ごめんなさい。怪我したらどうするんだ。気をつけて。終わった。何これ、せっかく大人になったのに辛いだけ。いいことなんて一つもない。どうしてここで泣いているの？魔法使いのおばあさん、大人になって喜んでいると思ってたわ。実は大人になったら何でも思い通りにできると思っていたのに、むしろ大変なことばっかり。そうなのね。大人になればできることが増えるけれど、でもその分責任のある仕事も多くなるわ。おばあさん、僕またちびっこバスに戻りたい。今度は本当に後悔しない？そう、わかったわ。願いを叶え。元に戻ったのかな。早く行ってみよう。ただいま。あよ、今まで一体何をしていたんだ。夜遅くに外に出たら危ないって言ったじゃない。ヤッホー。戻った、やったー。あよ、何が楽しいんだ。ごめんなさい。シト、ハナ、これからは遅くならないうちに帰るね。トラブルも絶対に起こさないようにする。そう。タヨは大人の大変さを知りました。そしてちびっこバスであることが本当に幸せなことだと思いました。